そうですね、前半ちょっとなかなか流れ作れなかったんですけど、後半アイアンショットとパッティングがこう噛み合ってきて、バーディーを結構量産することができたんで、いいスコアにつながりましたね。してんの？そうですね、気づいたら4連続っていう感じで、あまりこう意識せずにやってたんですけど、アイアンショットがもうビシビシ来てたので、そういう意味ではもうショットバーディーっていう感じでした。なるほど。そうですね、3打差あるんでね、自分がいいプレーしても相手にいいプレーされると追いつけないんですけど、とにかくベストを尽くして、72ホールのうちのあと18ホールなんで、しっかりやりきることですね。そうですね、俊介も怪我から復帰してまだ間もないんですけど、こうやって優勝争いできるってことはやっぱり力がある選手なので、ましてはもう一人藤田さんっていう、素晴らしいプレイヤーと明日一緒に回れることが誇りですし、最終組で優勝争いできるのがすごく楽しいですね。はい、ぜひ期待してます。はい、頑張ります。ありがとうございます。